どうも、虹色ライダーでございます。虹色映像始まりました。勝手に、天気悪いですね。2月21日の朝で、今から仕事なんですけれども、今もう家出てすぐのところなんですが、国道です。ホワイトアウトですね。これはやっぱりカメラだなということで、安全運転でやっておりますが、今家出れるかどうかも半信半疑だったんですよ。この国道出るまでの道のり400、500メートルくらい、まあ、ちょっとした狭い道があってね、下手したらそこ雪積もったら車が全く出れないっていう状況があるんですけど、除雪が間に合ってなんとか出れました。はい、仕事はこのまま行けば間に合いそうです。ということで、ちょっとね、怖いですけれども、運転して行きたいと思います。だよね、ハザードだよね、ハザードレベルだこれ。よし、さあさあ、雪がね、というわけで、こんな感じですが、ちょっと喋りたいと思います喋るんかいっていうね。そうですね、じゃあ久しぶりにですね、もしもシリーズを、こんなホワイトアウトの中、もしもの話というこうのんきなことをね、やっていきたいと思いますが、もしも、何しようとしたんだっけな、自分の死ぬ日が分かるとしたら知りたいか、もしもというか、うん、まあ縁起でもないですね、こんな時に知りたいですか皆さん。もしあなたはいついつの、何年の何月何日に死にますっていうことがこれ分かるよって言われたら知りたいですか。僕はですね、知りたいです。はい、理由としては、知ってたら自分の取る行動が変わるから。対向車が怖いね、本当に。まあ身辺整理っていうかね、まあ、そういうのができるからっていうのが一番の理由ですかね。まああと気持ちの整理もつけれるかな、僕は知っといた方が。なんか急にね、来るとなんかすげえ後悔しそう俺めっちゃなんか未練残して、なんか千葉クレーとなって悪いことはしないけど、さまよってそうとか、突然まあ起こってしまった、変な事件に巻き込まれたとかだったら、なんかあれですね、まあ、細かいこと言うとつまんなくなるかな、その知ったことで防げちゃうかもしれないっていう、未来が変わるっていう、まあ、そこはちょっと突っ込まない方がいいか。あくまでもこうね、年取って病気か、老衰かってなった時は絶対知っといた方が得かなと、残された人にとってもすごく得かなと思うので、それは思います。どうやって死ぬかとか、ね、知らされて、何月何日運転中に事故であなた死にますって言われたら、その日絶対運転しないよね。
転は慎重にしておりますいつもより。いや多分ね、ここまでなかなかの、荒れた天気っていうのはこれが今回最後じゃないかと思ってます。まあ3月に、まあ、まだ嵐は来るだろうなと思うけど、ここまでひどくはないと思う。雪は多分多くないし、まあ、風はひどいかもしれないけど、うん、これが最後の真冬の知らしめよくわかんないけどですね。もうこういう日に限って仕事っていうね。どうですかね、皆さんは知りたいですか、自分がいついつ死ぬっていう。まあそんなのは知らない方がいいんでしょうけど、知ってたら何だろう、命の価値がまた変動しちゃう。よし、ということで、あれですね、もしもの話は終わりです振っといて大した広がらなかったんで、まあ、まだこのホワイトアウトね、まあ、だいぶもうちょっと見えますけど、せっかくなんでこれこの映像を見てもらいたいですね。ということで何か喋るか、何喋りましょう。仕事の話、介護ね、まあ僕介護の仕事してるんですよ。おっと、トラックが前にね、ゆっくり。まあ介護の会っていうのはいくつかやっていて、これからいっぱい出そうとは思ってます。ちょっと僕の中で本職なので、映像もどうやってやろうかなとちょっと考えてるんですけれども、準備が映像で行きたいなと思ってるんですよ。でまずはヘルプマンっていう漫画一回紹介してるんですけど、音声で。まあそのヘルプマンも、まあ、結構いろんな話、介護も一個じゃないから、まあ認知だったり、まあ施設内のトラブルだったり監査だったり、まあ、それこそ認知予防だったり、排泄だったり入浴だったりっていう、まあ細かく言うという、もう限りなくあるんですけど、人間の生活だからね、それ一個に絞ってもう話すことができるから、そのヘルプマンの中でも、それは分けられてるんですね、ある程度。だからその項目ごとに、まず漫画にも沿いながら喋っていけたらなと思ってます。もちろん自分のその現場の話とかも交えてね、これは映像でやりたいなと思ってるんですけども、家で撮る機会がなかなかなくてですね、滞っておりますが、必ずやります。でそのまま発展して、まあ、それこそ介護の、こうやればいい、例えば異常だったりね、ベッドから車椅子、車椅子からベッドへの異常はこういう風にやるとか、まあ、食事だったり、まあ、それも入浴排泄も、まあ、ちょっとした細かいアドバイスなんかを教えられたらなと思ってます。多分 YouTube でそれこそすごく本格的にっていうか、すごく丁寧に教えている介護の映像あると思うんですよ、うん、それは本当一個人がやってるんじゃなくて、法人系でやってるのかな、もしかしたらこうグループでなんかそういうのをやってるかもしれない、 YouTube チャンネルとしてやってる人もいるとは思うんですけども、多分そういう人たちはすげえ丁寧っていうか、まあ悪く言ったら綺麗事でやってます。すごく大切なことなんですけれども、介護ってそれだけでやるとまた別な問題が生じると僕は思ってるんですよ、うん、それはなぜかというと
いろんな人がいるから。介護を受ける側ももちろん人間なんで、いろんな人がいるんですよ。介護で一番大事なのはその人を見るっていうのがまずめちゃくちゃ大事で、僕は勝手に思ってます。はい、だからマニュアル通りにしかできない人ってもう介護やんなくていいって僕は思ってるんですよね。介護はそういうことではない。まあたかが何年だこれ、介護やって8年9年ぐらいのやつですけど、それはやっててすごく思いました。丁寧だから、綺麗な言葉だから正しい、それが介護かっていうとそれはまた違う。それももちろんとてもいいことなんですけれども、はい、だってその綺麗な言葉が嫌いな人だっているじゃないですか。そういう接し方されるとすごく壁を感じるおじいちゃんおばあちゃんもいるわけでね。もっとフレンドリーにしてほしい人もいるんですよ、中にはね。だからその人その人に合った、だから正しい介護のやり方っていうのは教えることができません。基本的にもうあのこの人 A というおじいちゃんがいたら、まあ名前なんでもいいや、タメゴロウさんっていう人がいたらそんなやつ、そんな名前聞いたことないけど、タメゴロウさんが求めている接し方じゃないとそれが正解なんですよ。ってことはタメゴロウさんがいなきゃ伝えることができない。だし人もコロコロその時の雰囲気、性格っていうか、そのなんつうんだろうな、状況で、変わるんでね。昨日ついさっきまですごい機嫌良かったのに機嫌悪くなることだってある。それは人だから当然なんですよ、みんな同じ。だからこの人にタメゴロウさんの接し方すごくもう分かっている人がいたとしても変わることがある、急にね。そこを見極めないと、なぜ変わったのか、何があったのか、中にっていうことまで考えないと、その利用者さんにとっての介護はできないね。要はもうこっちより、やる側、もうこっちがとりあえずやってればいいんでしょっていう介護を押し通したいんだったらそれでいいですけど、相手のことなんて考えない、やることはやってる、相手は動けないんだからこっちがしてあげてるっていう考え方を持つ人、まあ、たくさんいるんですよ、介護やってる人でも。まあ、それも仕方ないことっちゃ仕方ないことなんですけどね。業務が終わらないっていうね。のと、やっぱ人と人なんで腹立つことももちろんあるんですよ。言うこと聞かない人もいるし、まあ、それこそ認知だったらまだね、わかんなくなってるからそれは仕方ない、自分ではね、どうにも自分の意思でさ意地悪してるわけじゃないから。そうなんだけど、自分の意思でめちゃくちゃ意地悪するやつももちろんいますよ。じゃあそういう人に対してどういう接し方をするか、それでも丁寧に言いますかみたいな、まあ、それが一応マニュアルですね。丁寧に言う、スピーチロックって言うんですけど、まあすげえ細かいこと言うと、こんなことも禁止なのみたいな、言っちゃダメなことは、ちょっと待ってとかもダメらしいです。仲良くなって、まあ、ちょっとあだ名みたいなので呼ぶのももちろんダメ。僕からしたらはって感じダメな理由は何よっていう、相手がそれを求めてんだったらそれもそれでいいじゃんっていうは思いますね。さあ、ここは洞爺湖温泉街に降りてきましたね。まあやっぱり上よりはマシだけども、まあここもなかなかの天気の悪さでございますが、信号のこのね止まる位置とかが全然分からなくなるね、この真っ白だと。
い動画になっておりますが、まだ付き合ってくれてますかね。まあそう、まあ、介護の話をすると止まりません。まだまだ序の口ですか、いろいろあるんですよ、介護もね。だからあれですね、僕が教える、その教えるっていうか、まあアドバイスとして、うん、知っといた方がまあ得っちゃ得っていうことを映像では見せていこうとは思ってるんですけれども、マニュアル的には、うん、だから本来の教科書通りの、正しい介護の人、それが正しいと思ってる人からすれば、こんな介護は間違ってるって言われるかもしれません、うん、だからまあそれはその時もまた言うんですけど、僕はどっちも知っとくべきだと思うんですね。正しい、ま、あのやり方、マニュアル介護ももちろん大事ですけども、そうじゃないやり方も知っておくべきだと思ってます。はい、まあね、ある意味言葉の駆け引きだと僕は思ってるんです。その人が今何を、まあ、求めてるのか、まあ、一番考えるのは何を求めてないかですね。僕は無意識に考えます。要は NG ワード的なこと、そこに触れない、そこが嫌だって言ってるんだったら欲しいものっていうか、求めてるものはこれじゃないかなっていうのがおのずと出てくるので、その時にその言葉をかけてやるかやらないかでだいぶその相手がこっちに抱く好意みたいなのがだいぶ変わってくると思ってます。はい、だからその好意を持ってもらったら、まあ単純な話、信用してくれるんですよね。はい、おじいちゃんおばあちゃん僕のことを、うん、それはかなりでかいんですよ。ちょっほんとちょっとしたこと、一緒に、まあ、例えばなんだ、一緒に歩いてて、それこそ、まあ、椅子がぶつかりそうになったから先にその事前に椅子をどけてやるとかさ、なんかほんとちょっとした気遣いだったり、一連のその生活の流れ、まあ、こっちはもう分かってるわけですよ。食事して歯磨いて寝るとか着替えするとかっていう、次に何をやったらいいかっていうのはもちろん分かってるんですけども、じゃあ今その人はそれを受け入れる体制になっているのかとかね、うん、なんか話したいことはあったりするんじゃないかな、どうでもいいこと。じゃあそれをやる前にちょっと聞いてみるとかね、たらね、楽しそうに話してくれたりしますよ。よし、じゃあそろそろ切りますか。そう、僕ちょっとポストに用事があって、今ここ曲がったらポストがあるからということで、まあ話それましたけども、もしもシリーズでしたね最初ね、聞いてくれてありがとうございました。天気はずっとこんな感じっぽいっす。はい、頑張っていきたいと思います。というわけで虹色映像終わりたいと思います。さよなら。